日常生活に戻る第一歩となるのでしょうか。道内でも今日、新型コロナワクチンの医療従事者向け先行接種が始まりました。国立函館病院では院長が第1号に。ワクチンが打ててまず安心してます。刺した時チクッとしましたけど、あの液入れてる時は全然痛みも感じませんでした。手しびれないですか？はい、大丈夫です。岩見沢市の北海道中央労災病院でも午後2時からワクチン接種が始まり、初日の今日は24人が接種を受けました。筋肉注射っていうと痛いイメージがありましたけど、自分としてはそちらよりも全然痛くなかったので、皆さんにも安心して受けてもらいたいなと思います。各医療機関では3月中に接種を終える予定です。